はいどうも皆さんこんにちは、フルです。今回なんですけど、ポケモンホームいよいよということで、いろいろね、このポケモンを送りたい、あのポケモンを送りたいって思ってる方いると思うんですけど、今回主に、剣盾から久々にポケモンに復帰したっていう方に向けて、過去作から剣盾にポケモンを送ってくる方法の詳細を説明したいと思います。もちろんね、ずーっとポケモンやってたよって人は、もうそんなん知ってるよって感じかもしれないんですが、結構忘れがちなことなので、もしよければこの動画で確認してっていただければと思います。で、ポケモンホームに送ってくる方法って何？普通にダイヤモンドパールとかから直接ポケモンホームに持ってきて、剣盾に持ってくるんじゃないのって思う方もいるかもしれないんですが、ダイヤモンドパールから直接ポケモンホームには持ってくることができません。で、じゃあどうしたらいいのかっていうと、ポケモンバンクっていうものを経由することになります。じゃあポケモンバンクにダイヤモンドパールから持ってきてポケモンホームに連れていくのかっていうと、それもまた違くて、このポケモンバンクとダイヤモンドパールの間にはブラックホワイト、もしくはブラックホワイト2が挟まることになります。つまり、もしもダイヤモンドパールから、剣盾までポケモンを連れてきたい場合には、まずダイヤモンドパールからブラックに連れてくる。で、ポケモンバンクへ連れて行き、そこからポケモンホームへ持っていくという流れが必要になります。では今回は一番古い世代から一番新しい世代へ、仮にルビーのラティアスをソードへ持ってきたい場合を例に出して、解説していきたいと思います。まずですね、ルビーからダイヤモンドへ持ってくる場合はパルパークというシステムを使うことになります。本当に詳しい詳細に関してはパルパークで検索していただくとわかると思うんですが、簡単に概要だけ説明しますと、このルビーとダイヤモンドのソフトの他に DS もしくは DS ライトが必要になります。で、注意しないといけないポイントがここ。 3DS 系だとそれができない、パルパークを使うことができないという点ですね。って言いますのも、この輸送にあたってダブルスロットっていうシステムを使ってまして、ダブルスロットっていうのが DS や DS ライトにあった機能で、言ったら DS のソフトとこの Ruby とかの GBA のソフトを2本差しできる機能が 3DS 系には備わってなくて、 DS もしくは DS ライトにのみある機能になります。なんで、もしも皆さんが、Ruby、サファイア、エメラルド、ファイアレッド、リーフグリーンからポケモンを連れていきたいなと思った場合には、この DS、DS ライトが必要となります。で、確か秘伝技を覚えさせてるポケモンは連れてこれなくて、かつ、この移動の際にミニゲームがあるので、ある程度時間が必要になるので、あらかじめこの辺やっておいた方がいいかなと思います。当時はね、技忘れとか特定の場所に行かないといけなかったので、スムーズにね、輸送したい場合には準備しておくといいと思います。じゃあ次に、無事ダイヤモンドにラティアスを連れてきたとなると、今度はブラックホワイト、もしくは、ブラックホワイト2に連れてくる必要があります。今回は、ダイヤモンドからブラックに連れていきます。ここで必要になるのが DS や 3DS を合計2台。これは DS と DS でもいいし、 3DS と 3DS でもいいし、 DS と 3DS でも大丈夫です。とにかく合計2台必要になります。またこれね、詳しくはポケシフターでググっていただきたいんですが、ダウンロードプレイという機能を使って輸送することになるため、DS が合計2台必要になります。この時もミニゲームがありまして、結構時間かかると思うので、前もって準備しておくといいと思います。続いて、じゃあブラックに連れてきました。次はポケバンクに連れていくことになります。それにあたってはポケムーバーという機能を使うんですが、これに関してはポケムーバーとポケバンクってほぼほぼセットみたいなもので、今までみたいなミニゲームとかも必要なく、1ボックス丸ごとガバッと連れていくことができます。ただポケバンクを使うにあたって年額500円がかかることになるので、その辺の用意も必要になります。ただポケモンホーム配信後の1ヶ月はこれらが無料でサービスしてくれるってことなので、ぜひね、その期間にやっておくといいと思います。で、じゃあポケバンクまで来て、じゃあサンムーンとか XY を経由しないといけないのかなっていうと、そういうことはありません。ポケバンクからポケモンホームへ連れていくことができるという説明になってるので、その通り連れていくことができます。ただポケバンクからポケモンホームに連れてく機能に関してはプレミアムプランが必須になります。
無料プランもねあるっていう宣伝文句でしたが、それはあくまでボックスの利用ができるというだけで、このバンクからホームへっていうのは有料が必須になるので、もしねなるべくお得に済ませたいのであれば、もう連れて行きたいポケモン全部固めた上で1ヶ月だけ有料プランに加入するとか、そういう手もあります。いかがだったでしょうか。軽くおさらいすると、まずパルパークで第3世代から第4世代へ連れて行きます。ポケシフターで第4世代から第5世代に連れて行きます。ポケムーバーで第5世代からポケモンバンクへ連れて行きます。そしてポケモンバンクからポケモンホームへ連れて行き、その後剣盾へ連れて行くことが可能になります。結構ね大変な上に、例えば DS、 昔の DS が必要になる場所があったり、 DS が合計2台必要になる場面があったりと、なんかこれだけのためにね本体買わないといけないのかとか、 DS ライトに至っては新品売ってないんでね、中古とか探す羽目になるんで、結構大変かなと思います。剣盾から復帰した方の中にはね、ダイパから直接連れてこれるんじゃないのかと思った方もいるかもしれませんが、まあこういった経路が必要になります。まあそもそもね、こんな10年15年前のゲームからポケモン連れてこれるっていう時点で、まあありがたいことなので、その辺はねちょっと我慢するしかないのかなっていうふうに思います。で、思い出のポケモンに関してはもうこの方法を踏んでいただくしかないんですが、もしね対戦とかにあたって必要なポケモンがあるとかだったら、わざわざこういうことするよりは他の方からもらった福余りとか、あと YouTuber の人とかもねどんどん配信会みたいな交換会みたいなすると思うので、ぜひねそういうのに参加した方が効率が良かったりする可能性もあるので、少しね様子を見てみてもいいんじゃないかなと思います。はい、それではここまでお付き合いありがとうございました。ポケモンホームねどんどん使ってより良いポケモンライフにしていく助けになれればと思い動画を作りました。お役に立てた、知らない情報があったっていう方は高評価をしていただけると励みになります。あ、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではフルでした。あれ見てね、ダイヤモンドソード実況見てね、よろしくお願いします。